はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、いよいよ診断のお知らせやってまいりまして、新セレクションパックが登場ということで、強化されるテーマは、光の黄金室、破壊竜ガンドラギアス、それから、幻想、フラワリングエトワール、そして、炎の剣士、これあの TCG の、 あの新規の、カードなんですけども、炎の剣士と、マドルチェ、まあ、ちょっとハロウィン過ぎましたけどね、それと、ナイトメアアプレンティス幻想魔族ということで、このテーマざっと見た感じ、まあ、ちょっとあの光の黄金室は置いといて幻想とかあとこのナイトメアアプレンティスあたりは、まあ、結構環境に影響を与えそうなくらい、まあ、強いテーマではあるんで、またちょっと面白くなってくるんじゃないかなと。マスターデュエルがちょっと早速ですね、この診断のテーマについて解説をしていきたいなというふうに思います。一応ね、リミットレギュレーションの、あのお知らせが、実は来てるんですけども、これはちょっと別の動画で話したいなと思ってますんで、早速ね、ちょっと新パックの内容について解説をしていきましょう。さあ、光の黄金室、実装ということで、このテーマはですね、あの、表遊戯くんですね。アテムじゃない方の遊戯くんが使っていたカードの、まあ、リメイク版になってますね。光の黄金室という、まあ、永続魔法が、実装されると思うんですけども、これ自分のメインフェーズに光の黄金室を除く、この光の黄金室のカード名が記載されたカード1枚をデッキから手に加えるという効果と、あと魔法トラップゾーンのカードが、このカードがモンスターの効果されないという効果と、相手が墓地からモンスターを特殊化したら手札から魔法カードをぶん投げて、そのモンスター墓地を送るよみたいな妨害も持ってます、一応ね。で、光の黄金室って書いてあるモンスターがいくつかいて、まず、光の黄金室系のカードをサーチできるこのトリコロールガジェットっていう、はい、ガジェットモンスター、これは、召喚特殊召喚に、成功した場合に光の黄金室か、そのカード名が記された魔法トラップカードを手に加えるということで、まあ、こいつが初動に基本的になってきますね。トリコロールガジェットで、光の黄金室持ってきたり、光の黄金室でトリコロールガジェット持ってきたりして、光の黄金室の、まあ、動きをしていくっていう感じですね。で、一応こいつが戦闘効果が打開されたら、デッキから、隠しといてストロングホールドっていう、トラップカードの、永続トラップカードですねをセットすることもできますよ。トラップモンスターです。で、どういう風な動きをしていくかっていうと、トリコロールガジェットで、光の黄金室系のカード持ってきたり、これで、持ってきたりできるんですけども、これで持ってくるのが、まあ、例えば仲間の絆、これね、縛りバリ重いんですけど、一応デッキからモンスター、デッキからモンスター2体リクルートできるっていう効果あります。レベル4以下の光の黄金室系のモンスターを。はい、光の黄金室とそのカード名が記されたモンスターがいる場合にしか発動できないんだけど、光の黄金室のカード名が記されたレベル4以下のモンスターを2体まで、同盟カード1枚の段だけど特殊召喚できるよと。で、この縛りね、これ重いんですよ、めちゃくちゃ。このカードの発動後ターン終了時まで自分はエクストラデッキからモンスターを特殊召喚できないという縛りが入っちゃうんですよね。これがね、まあ重くてね。だから、この、縛りの中で展開しなければならない。メインデッキのモンスターを基本的には展開することになるか、まあ、または、なんかいっぱい動いた後にこれを打つかどっちかですね。発動後の縛りなんて。で、何を出してくるかっていうと、実装されるカードね。おそらく、サイレントマジシャンゼロっていうモンスターと、サイレントソードマンゼロっていうモンスター。最初と、最待ちのこのゼロ番ですね。一応ね、まあ、何その大元のリメイク前のモンスターと似たような効果持ってて、最末だったら魔法カードと思います。機械の黄金室が存在していた相手が魔法カードを発動したら、発動無効にしてレベル1個を上げる。で、最初だったら、ね、これちょっと違うんだけど、対象を取る、カードの効果を相手が発動したらそれを、無効にして、レベルを1個上げる。で、一応レベルの差分だけ500アップしたりとか、そういう打点がアップする効果があるよみたいな感じですね。はい。で、妨害としてはね、このサイマジのこの魔法無効と、あとね、ターンサイレンスっていう、まあ、速攻魔法があるんですけど、これを構えていくことになると思います。自分のフィールドの表が表示モンスター対象にとって、そのモンスターのレベルを3つ上げますよと。さらに自分のフィールドに光の黄金室とそのカード名が記載されたモンスターがいる状態で、相手のモンスターの効果の発動に遅延してこれを打った場合は、その効果を無効にできますよっていうことなので、ターンサイレンスをセットしておいて、相手のモンスター効果を妨害しつつ、このサイレントソー、サイドマジシャンゼロの効果で魔法カードを無効にしていくみたいな、のがメインの妨害になってますね、このテーマは。さっき言ったように、その、縛りがバリきついので、あまりエクストラで、なんか妨害を用意するとか結構難しいんですよ、このテーマ。はい。で、未来への沈黙っていうカードが、一応、汎用サーチになってまして、光の黄金室系のモンスターを持ってこれますよっていう効果があるので、一応、安定感は ある程度はあるんですけど、ただ、マジで、本当に妨害力ないんですよ、ほとんど。
もうサイマジゼロとサイソゼロとあと何ターンサイレンスみたいなセットして、でこれでなんかドヤ顔してエンドするみたいなテーマになってるんで、そんなにね、なんだろうな、強力な妨害が引けないから、だから手札誘発とか、あと永続魔法、永続トラップとか、そういう系のカードで、まあちょっと、強化してあげたりとかっていうのが必要になってくるかなというふうに思いますね。はい。で、エースモンスターは、破壊竜ガンドラギアスっていう、ガンドラ G。このモンスター、光の黄金室あると手札から出てこれるよっていう効果あって、レベル8のモンスターで攻守00ですね、ガンドラモンスター増えました。でこのカードの攻撃力は除外状態の数かける300アップするっていう、まあ、ガンドラ系の効果と思ってるのと、あと LP は、半分払うとフィールドの他のカードを全部破壊して除外すると、まあガンドラっぽいよねこれが。でその後デッキから光の黄金室のカード名が記されたレベル7以下のモンスター一体特殊召喚できるよっていうことで、これはレベル7以下なんで下級モンスターだけじゃなくて、まあ実装されるかどうかっていうとちょっと謎なんだけど、この黒木魔術師ブラックマジシャンとかこういう系のモンスターも特殊召喚できたりとか、まあもちろん、サイレントソードマンゼロとかもサイレントマジシャンゼロとかも特殊召喚できるかなって感じですね。はい。でこれで特殊召喚したモンスターのレベルが、破壊したカードの数だけ上がるんで、サイレントマジシャンゼロとかあったのがめちゃくちゃ打点が高くなったり、まあそんな感じの動きになってますね。だからまあ一応先行ではこのサイマジとかサイソーを並べて妨害しつつ、ターランサイレンスまで妨害しつつ、まあ後手とか3ターン目以降ガンドラギアスでまあぶっ壊して相手のカードをぶっ壊して展開していくっていう、一応除外状態の数かける300アップするんで、除外カードを増やしてる強欲で貪欲なツボとか、あと強欲で金満なツボとか、金満で元気なツボとか、そっち系のツボ系のカードとかとは結構相性が良かったりしますねこのデッキは。で実装されるかどうか分かんないカードもいくつかあるんだけど、まあ多分これはね、なんかね、アプリのアイコンになってて、だからこれは実装されると思う。ちょっと縛りがゲロ重いんでね、仲間の絆の、まあ結果やってることは強いんだけど、縛りが激重なんで、まあ純正で組むとしたらね、多分、誘発とか、永続罠、永続トラップみたいなカード入れないと、ちょっと妨害数弱いかなって感じがするわ。ナイトメアアプレンティス、熱っ。やっと来たね。これ多分待ってない人結構いたんじゃないかなと思うんですけど、幻想魔族の新規でございまして、手札捨てると特殊召喚できるモンスターで、で召喚特殊召喚に成功したら、幻想の見習い魔術師以外の、幻想魔族モンスターいたよ、デッキ化手札に変えるということで、幻想魔族をサーチできるっていうことは、まあ、マサデルに今実装されてるカードだと多分ミラーソードナイトとかね、この辺のカードをサーチできるんで、まあおそらくまあキマイラには絶対入る。ことになるんですけど、まあ、キマイラデッキ好きな人はこれめちゃくちゃ強くなりますよ。はい。ありえないレベルで強くなります。で、まあ、多分ね、ナイトメアアプレンティスがあるということは、おそらくですけど、ディアベルゼも来るんじゃないかと思うんですよね。これちょっとお知らせにはなかったんですけど、これがね、めちゃくちゃ強いんですよ。このカード。これレベル7のね、モンスター、幻想魔族モンスターになってまして、自分か相手の墓地に財宝カードが存在する場合、手札から特殊召喚ができるよっていう、効果になってまして、まあ、財宝カードもね、増えそうな気がするわ、これ来たら。例えば、まあ、モーリアンとか、この辺が、まあ、実装、めぐる財宝とか、あの辺が実装されるんじゃないかなと思ってます。で、このカードは何するかっていうと、このカードがモンスターゾーンに存在する限り、相手はセットされていない魔法トラップカードを発動ができない。これね、結構やばいんですよ。これまあセットすれば一応こう魔法トラップカード使えるんですけど、通常魔法とかであればね、使えるんですけど、これまあ要するにセットしたターンには使わないカードってあるじゃないですか。例えばそのトラップカードであるとか速攻魔法、例えばですよ、まずね、超融合打てません。ディアベルゼがいるとセットしないと使えないんで、だからそのターンは使えません。超融合、あとは無限包容、これ打てませんね、セットしないんで、それから拮抗勝負、これもセットしないで打てません。あとはペンディラムテーマ死にますセットしたら魔法トラップカード発動できないんで、ペンデラムスケールにはまずそもそもカード貼れません。はい。ということで、ディアベルゼがいることによって、いろんなカードをメタることができるんですよ。はい。これなかなかやばいですよ。で、一応このカードがモンスターゾーンに存在する状態で、フィールドにマジックトラップカードをセットされたら、自分、相手のフィールドのカード1枚ずつ破壊できるよっていう効果も一応あるという感じですね。で、もともとそのディアベルゼとか、このナイトメアアプレンティスが、いることによって、キマイラデッキはね、ベアトリーチェとかを経由してめちゃくちゃ強い動きができたんですけども、ベアトリーチェ OCG では禁止なんですが、マスターデュエル、大丈夫、まだ生きてます。なので、普通にちゃんとそのフルパワーの、キマイラが、使えるようになっておりますね、今回はね。で、しかも、ディアベルゼも実装されるとするのであれば、まあ、制圧能力も高いですし、あと結界像とか出すとかもできますんでね、このテーマは。なんで、かなり強いかなと、思います。かなり強化受けますね。
シマラデッキやっと本番かな、これでやっと本領発揮って感じはある。さあ、炎の剣士強化ということで、炎の剣士って皆さん覚えてますか？これ何かっていうと、このあの城之内剣が使っていたスポンサーで、炎を操るものプラス伝説の剣豪マサキっていうご召喚条件でね、あの作れる、このクソ懐かしい、融合モンスターなんですけど、超初期のね、この炎の剣士を令和のカードパワーでちょっと強化されたっていう、そういうテーマやってますね。で、どういうことするかっていうとね、その融合召喚モンスターであるこの、炎の剣士っていうモンスター、これをね、あの強化して、この極炎の剣士っていうモンスターに進化させて、で、こういう、つて戦っていくよっていうテーマになっています。で、初動カードが、桃炎の剣士っていうモンスターと、まあ、あとは、なんだっけ、陶器、炎山剣っていうカードになってまして、これで炎の剣士のカード名が記されたカードを1枚手段に加えたいとか、そういう効果あるんですけど、速攻魔法でね。で、これで、例えば桃炎の剣士持ってきて、で、桃炎の剣士何するかっていうと、このカード召喚特殊化した場合に、デッキから炎の剣士のカード名が記された、まあ、オートラップカード、これ手段に加えられるよと。いうことで、持ってくるのが、この、剣域っていうカードですね。で、この剣域っていうカードが、何するかっていうと、1ターンに1度、手札フィールドから、モンスター1体を墓地を送ることによって、草デッキから炎の剣士1体を融合召喚扱いで特殊召喚できるよと。まあ、だから、この、まあ、バニラ融合モンスターですね。これを、このカードの効果でポン出しできますよっていうことです。はい。で、まあ、一旦に一度、まあ、打点がうんぬんかんぬんみたいな効果あるんですけど、まあ、これは、攻撃宣言時に、発動できる、まあ、ステータス、上昇する、加工するっていうカードで、まあ、基本的に展開ではこっちを使う。で、モンスターが、要は、炎の剣士、融合召喚扱い出した炎の剣士と、まあ、コストあればね、コストあれば、その、融合召喚扱いで出した炎の剣士と、この投影の剣士っていうモンスターが並ぶので、戦士とかも2体並ぶんですよね。だから、攻術するんですけど、まあ、イゾルデとか、とも相性が結構良かったりします。テーマ的には。で、まあ、炎の剣士純粋だと何をするかっていうと、この投影の剣士の、まあ、墓地送り効果と、あとその剣域サーチする効果を使ってですね、この炎の剣士出しまして、炎の剣士にですね、このね、サラマンドラフュージョンっていう、このカードを、装備するんですね。炎の剣士に。はい。で、何をするかと。伝説の剣を装備してるわけですよ。このサラマンドラフュージョン。これ、ちなみに、フュージョンっていうカードなんですけど、装備魔法なんですよね。で、このカードは何をするかっていうと、一応、まあ、破壊耐性とか、打点アップとか、いろいろあるんですけども、この3番の効果。このカードが自分のフィールドの融合モンスターによって、融合モンスターに装備されている場合、装備モンスターとこのカードを墓地に送って、で、炎の剣士、またはそのカード名が記された、融合モンスター一体融合召喚扱いで、草敵から特殊召喚すると。だから、これに、これ装備して新しい炎の剣士の融合モンスター出しますと。で、それが何かっていうと、この極炎の剣士ってやつだね。はい、このレベル8の、融合モンスターになってまして、まあ、炎の剣士の令和版ですわ。炎の剣士プラス陶器炎山流って一応普通の融合召喚でもできるし、まあ、基本的にはこのサラマンドラフュージョンのこの3番のここから出していくと。で、これが何をするかっていうと、これが僕が持っています。相手のフィールドのモンスター一体対象に、そのモンスターを爆破して、相手に500ダメージを与えると。で、一応装備カードが装備してると、こいつがフリーチェーンの効果になるんで、だからこのカードに装備カードを装備して相手のターンにね、妨害していきましょうっていう効果で、かつ、まあ、一応その、自分のこっちのターンでも使えるし、ワンキルもできると。で、結構これこいつ脳筋力高くてですね、このカードが戦闘を行うダメージステップ開始時に、打点が、ターン消費で倍になると脳筋だから、例えばサラマンドラフュージョン装備してね、700ポイントアップしつつ、さらに、ダメージステップ倍になって、なんかものすごい量のダメージ付与できたりとか、あと、この炎の軽減の効果でもね、打点がアップしたりするんで、まあ、なんかものすごい、打点になるわけですね。 こいつが、まあ、ほんと5000とか6000とかぐらいの打点になってぶん殴ってくるっていう、まあ、そういうテーマやってますね。で、今までの、効果読んでいただければわかるんですけれども、正直その単体でだと妨害がそんなにないんですよ、このテーマ。まあ、トイレの剣士から、普通に一枚初動で動いていくことが一応できるんですけども、なんですけども、まあ、ちょっとさすがにそれだけだと、まあ、ちょっと、まあ、展開力も妨害力も弱いということで、この、トイレの剣士プラスコストモンスターっていう、盤面から、イゾルデにアクセスしましてですね、イゾルデから、展開を伸ばしていくというテーマになると思われます。おそらく。これどういうことができるかっていうと、こいつがね、炎の、
炎属性のレベル4のモンスターで戦速なんですよね。これ見ていただければ分かる通り、遠征騎士とめちゃくちゃ相性いいんですよ。このテーマ遠征騎士からイゾルで経由して展開して、そのシャルル大帝とか打診つつ極炎の剣士並べるっていうような、ね、動きができるんで、おそらくね遠征騎士と一緒に組むと結構強いかなというふうに思ってます。まあ、ちょっとこれはねまた動画でご覧いただければなと思うんで、またちょっとそちらお待ちいただければなというふうに思ってます。はい、幻想強化ということで、こちらですね、遊戯王アーク5 の、 キャラクターでピーチ姫こと、ゆずちゃんが使っていたテーマになっていまして、天使族光属性の、融合テーマになってるんですね、これね。で、一応ペンデラモンスターが追加されますよと。で、このペンデラモンスターがマジですげえ強いっす。一応、ルフラン と、クープレっていうモンスター追加されると思うんですけど、これテキスト長すぎて、画面全体に映んないのクソなんだけど、これ書いてること全部クソ強いんですよ。で、まあ何するかっていうと、まずルフランですね。ルフランは、召喚特殊召喚した場合にデッキから、幻想モンスターを手段に加える、まあ、エアーマンですね。で、このカードがエクスタデッキに、表側表示存在する状態で、自分のフィールドに幻想融合モンスターが、出てきたら、P ゾーンに置かれますっていう。で、これがスケール1で、この似たような感じで、クープレも、融合召喚されたら、P ゾーンに置けるよっていうことがあって、これがスケール9なんですよ。なんで、スケール1から9っていう死ぬほど優秀なスケールが、融合召喚されただけで、エクスタデッキから生えるっていう、スケールが1から9生えるってことです。クソ強いですね。はい、で、このカードのペンデラム効果は、融合モンスター、幻想融合モンスター対象にとって、幻想モンスターを愚かな埋葬しつつ打点アップ、まあ要は墓地肥やしですね。結構幻想は墓地から特殊召喚したり墓地から回収したりする効果あるんで、これも結構優秀な効果なんです。で、ルフランは、モンスター効果、ルフランじゃクープレか、クープレは、モンスター効果でなんかポップルスみたいなね、効果持ってまして、ドロー以外の方法で手段に加わったら、このカードを相手に自慢して、自分の手札墓地からレベル4以下の幻想を特殊召喚できると、まあ、自分がレベル5なんでね、自分は出てこれないんですけども、墓地に肥やしていたり手札からあればね、手札にあれば、そいつを出せるよという効果になってますね。で、ペンデラム効果も非常に優秀でね、まあこれはちょっと縛りなんですけど、光属性モンスターしかペンデラム召喚できないっていう効果と、あと自分のフィールドに、幻想モンスター以外の表側表示モンスターを存在しなければ、で、から幻想魔法トラップカードを手段に加えると。で、幻想魔法トラップカードを、まあ、いくつかあるんですけど、まあ、主にこのクープレでサーチしてくるカードがこの、幻想競争局というね、これ融合魔法です。いわゆる専用の自分の手札フィールドのモンスター融合サイトして、天使族モンスター融合召喚できる、まあ、普通に融合できるただの融合ですね。で、ただしこれその際自分の P ゾーンに存在する融合サイモンスターを融合サイできる。はい、これ強いんですよ。これがそのクープレとかルフランとかってペンデラムスケに置かれていることも結構あるんですけども、このペンデラムスケに置いてるこのモンスターを素材にすることもできますと。で、こいつらが素材になったらその、エクストデッキから生えるんでね、ペンデラムスケールに、だから無駄がない、非常にやってることマジで強い。で、このカードが墓地に存在している状態で幻想融合モンスターが出てくると、デッキにこれを返してワンドローすることもできるということで、これ1枚でも使い回しできるんですよね、このカードが。めちゃくちゃ強いね。で、まあ、これで、まあ、何を出していくかっていう感じなんですけど、まあ、元々ね、幻想融合モンスターっていくつかいたんですけど、まあ、結構有名なのはマインスタインシューベルトっていうね、墓地メタできるね、このモンスター結構強くて、割と、まあ、幻想の中では融合モンスターとして融合召喚する回数が多いモンスターだったんですけども、なんとね、2体増えます。はい。2体増えます。で、バッハ。これはね、まあ、妨害するわけじゃないんだけど、展開力がバカ伸びるっていうモンスターで、これ何するかっていうと、ちなみにこの融合召喚条件幻想モンスターにっていうね、クソ緩い条件なんですけど、これが特殊召喚したらデッキから幻想モンスターをまず特殊召喚できます。はい、ここだけ強いですね。融合召喚したらデッキから何でも出せると、幻想を。で、融合召喚したこのカードが、モンスター等にいれば融合モンスターが発動した効果無効化されないっていう効果と、これが墓地に送られたら、墓地から幻想を釣れるっていう効果だから、デッキから出してきつつ融合素材とかリンクソンやったらさらに幻想墓地から釣れるっていう、めちゃくちゃ強いですね。展開力半端じゃない。で、さらに妨害モンスターも増えます。まあ、融合モンスターで妨害持ってるのは多分このシューベルトとかぐらいだと思うんですけども、幻想もともとね、このね、フラワリングエトワールっていう、まあ、超可愛いですよね、このカード。この幻想の乙姫モンスタープラス幻想モンスターかける2っていう、まあ、3体融合のモンスターって言うんですけども、
これが、自分相手のターンにフリーチェーンで発動できて、手札バウンス、自分のフィールドの幻想モンスターを任意の数までエンドフェーズまで除外して、でその後この効果で、除外したモンスターの数まで表側のカードをバウンスできると。これよく見ていただいて分かる通り、対象取ってないですね、対象取ってないし、まあ、しかもなんか2枚3枚4枚と、バウンスできるんでね、これめちゃくちゃ強いですね。で竜語紹介した表側表示のこのカードが相手の手破壊フィールドが離れたら、デッキ草デッキから、フラウリングエトロ以外のやつを出せるよという感じになってますね。リクルートもできると。でこのフラワリングエトワールとかを、出して、まあ、妨害を構えつつ、もともと幻想の展開に、あったこのアリアとか、まあ、エレジーっていうね、このカードを並べてガチガチの盤面にしていくっていう感じのテーマですね。アリアっていうモンスターが、効果対象と効果対象耐性と戦闘破壊耐性が付与できて、でエレジーが、効果破壊耐性が付与できるんで、戦闘効果で破壊されず効果の対象にならず、相手のカードをなんかめちゃくちゃバウンスしてくるっていう、まあ、そういうテーマになってますね純正で組むと。でこれ純正で組む以外にも出張性能が結構高いんです、このテーマ実は。これなんでかっていうと、あのね、オスティナートっていうカードがあって、これねデッキ融合カードになってるんですけども、これ何かっていうと、自分のフィールドにね、モンスターが存在しなければ手札デッキから、幻想融合モンスターカードで決められたモンスターを2体墓地を食って融合召喚ができるよと。デッキ融合ができる。でこのターンのエンドフェーズに融合召喚したモンスターを破壊して、なんかその素材の意識を特殊ができるみたいな効果あるんだけど、これ見ていただいたら分かる通り、何も制約かかんないんですよ別に。フュージョンデスティとかってなんかヒーローしか出せないとかあるじゃん、なんかないんだよ一切、オスティナートって打っても。でさらに名称しての対地ないんだこれ。なんでうららで無効にされた場合、もう1枚持ってればもう1枚打てるっていうねはい、オスティナート打ちました、あ無効にされました、あじゃあもう1回オスティナート打ちますっていうこともできるということで、これ非常にね貫通力が上がり、かつ初動にもなると。めちゃくちゃ強いんですよこのカードが。で縛りも入んないから、結構そのルフランとか、クープレみたいなモンスターを素材にして、そのさっきのねバッハとか融合召喚していくと、前盤面になんかすごいモンスター並ぶんですよ、召喚剣使わずにこっから動くと。だからこれでね、例えばペンデラムモンスター2体使ってエレクトラムを出すとか、あと普通にその出てきたモンスター使って、まあ、展開伸ばすとかっていう動きもできるんで、まあ、巡航地区で使っても強いし、あと出張で使っても強いと。結構そのしかもスケールがさ1から9張れるんで、ペンデラム召喚で貫通していくみたいな動きもできるんですよ相手の誘発を。これも強いですよね。結構 OCG の方では、まあ、巡航地区がもちろん強いんですけど、巡航地区以外だと例えば覇王門の魔術師と組み合わせたりとか、あとなんかライゼオルとかと組み合わせてる構築もよく見ますね最近は、幻想ライゼオルみたいな感じの、まあ、要は出張性能も結構高いってことですこれ。はい、しかもオスティナートがあまりにも最強なんで、これ最強のデッキ融合なんで、フュージョンデスティニーなら強いと言われてますけど、これとかを、まあ、使って、まあ、展開を伸ばしていくみたいな感じの動きができるテーマだったんですね。まあ、ペンデラムテーマだったら多分ほぼ入ると思うし、他にもね、このスケールを使ってなんかその面白い動きもできると思うんで、まあ、よかったら皆さんもデッキ考えてみていただければなと、はい、いうふうに思います。これめちゃくちゃ強いんで、まあ、このテーマはワンチャン関空入りはあるかな。マドルチェ強化ということで、まあ、もうハロウィンは過ぎましたけどね、リンクさんのこのねニャカロンっていうモンスターがおそらく実装されるんですが、これがですねめちゃくちゃ強いです。はい、獣族のリンクさんとまして、マドルチェモンスターを含む効果モンスター2体以上で作れるんで、一応なんかマドルチェ含んでればどんなモンスター相談にしても OK、 効果モンスターだったらで、リンク召喚に、成功した場合にデッキからマドルチェカードをサーチするよっていう効果と、あと自分の墓地のモンスターをデッキ返してで、手札からマドロチェを出せるよという効果がありますよ。でターン終了時までマドロチェモンスター以外のモンスターの効果発動できませんよっていう、まあ、要はね展開力が上がるようなイメージですかねこのカードが、実装されることによって。でもともとマドロチェっていうのは何をしていたかっていうと、基本的には妨害は手札にバウンスしたりデッキにバウンスしたりっていう妨害が多かったんですね。もともとあった妨害でいうとプロムラルとかこの辺のカードを使って相手のカードをバウンスするよみたいな感じの妨害が構えられていたんですが、新しいモンスターで、まあ、ニャカロン以外にこの、ね、クイーンマドルチェティアラフレースっていうモンスターが追加されると思うんですけども、これがですね、相手のターンに一度このカードの素材を1個取り除いて自分の墓地のマドルチェカードを2枚まで対象に取り、
そのカードをデッキに戻しながら相手のフィールドのカードをデッキに戻すという、まあ、バウンス効果を付与できます。で、一応自分の、墓地のカードは対象と取ってますけど、相手の、カードは対象取っておりませんので対象に取らないバウンスが、飛ばせるよということですね。で、これが、クイーンバトルジェットティアラフレースはティアラメスの上に重ねて出せますよって書いてあるんで、レベル5マドルジョモンスターかける3とかいうなんか意味わかんない召喚条件じゃなくて、まあ、シンプルに、まあ、ティアラミスを出せる召喚条件、まあ、要はレベル4のマドルジョモンスターかける2で、出せますよっていうことです。これがこれクソ強いですよね。これもともとね、このクイーンマドルジョティアラミスっていうモンスターめっちゃ強くて、なんかそのフリーチェーンではないんだけど、このカードの素材を1個取り除いて自分の墓地のマドルジョカードを2枚対象に取って、デッキにバウンスしつつ相手のカードをバウンスするっていう、まあ、デッキバウンスっていうね最強の除去方法思っているモンスターだったんですけども、まあ、これの相手ターンに使える版、これが出たみたいなイメージですね。で、あのね、この、ミニャーマドルチェニャカロンっていうモンスターもこれめちゃくちゃ偉くて、これ獣族なんですよ。獣族だと何が強いかっていうと、そのマドルチェ界でアドバンテージ稼ぐ場合って本当メッセンジャーと特殊召喚するしかないんですけど、メッセンジャーとは特殊召喚した場合にデッキからマドルチェ魔法トラップカードを全部に加えるっていう効果って、これがフィールドに獣族のマドルチョモンスターが存在しないといけないっていう。だからこれ獣族なんですね。だからこれがいてこれ出てくれば、サーチができるということで、ここで、まあ、めちゃくちゃ噛み合ってるということなんですよね。もともとはこのホットケーキっていうモンスターからあのこれ出してくるのがあの強かったんですけども、まあ、これもやるし、この動きも もちろんやるし、これの後にまたこれ、あ、ちなみに1ターンに自動制限ないんで、これはあの単一ないんで、これなんで、これで出してでさらにこれでこれ出してみたいな感じをして、メッセンジェラートをなんかこの仕事使いまして、マドロチェ魔法トラップカードをいっぱいサーチするっていう、そんな感じのテーマですね。で、妨害罠も増えます。はい、プロムナード以外にもこのデセールっていうカードがおそらく増えるんですけども、これもバングスです。マドロチェモンスターを含む効果モンスターに対象にとって、その効果モンスターを手札デッキに戻しつつ、その後も、戻したモンスターの元々こういうのを噛んでみたいな感じの、まあ、要はバングスですね。はい、これが、できるよということですね。だからとにかくね、空いてるカードをひたすらにバングスする手段が増えました。はい、この テーマはで、一個だけ弱点があるとすれば、そのさっき あのこの縛りもあったんですけど、マドルチェってね、マドルチェ縛りめっちゃきついんですよ。ニャガロンは、マドルチェモンスター以外の、マドルチェモンスターの効果発動できないしね。で、マドロチェの最強初動と言われているこのプティンセスールも、マドロチェモンスターしか特殊ができないって縛り入るんで、ほんとマドロチェしか出てきませんこのテーマは。ただしめちゃくちゃ強いという感じですね。まあ、ちょっと動かし方少し複雑なんで、これは動画にしていければいいかなと思ってます。いや、コンパックマジ熱いね。普通に楽しみですね。まあ、個人的にはやっぱり魔改造された炎の剣士が一番楽しみなんですけど多分ね、皆さん的には多分幻想とか、あとそれからまあ、あのキマイラ系で使われるナイトメアアプレンティスとか、この辺が、まあ、割と環境的には強いんじゃないかなと思いますので、ぜひね、まあ、気になってる方は診断向いてください。新パック開封配信もやると思いますんで、よかったら遊びに来てください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。